こんにちは、ネイリストの愛です。今日はスパマニキュアについて説明していきます。サロンさんによって多少サービスの違いはありますが、私のお手入れの流れに沿って説明していきます。まず前回塗らせていただいたマニキュアを落としていきます。こちらは一色塗りの上に先端ラメのグラデーションをしているので少し落としづらくなってます。なので一色塗りでマニキュアが剥げやすい方はラメを塗るといいですよ。その後爪ヤスリで長さ形を整えます。爪切りを使うと2枚爪になったり爪にダメージを与えてしまいます。継続的に爪ヤスリで整えることで健康的にかつ綺麗な爪が育っていきます。ご自宅でも爪ヤスリを使って整えるようにしてみてくださいね。甘皮のお手入れをするので爪をぬるま湯につけて甘皮をふやかします。甘皮を柔らかくするためキューティクルリムーバーを塗ります。そしてメタルプッシャーを使って爪に張り付いた甘皮を押し上げます。この後キューティクルニッパーを使って余分な甘皮をカットします。爪表面が乾燥でめくれていたのでスポンジバッファーで表面を滑らかに整えました。この時2枚爪も落としておきます。お手元の角質除去をします。ネイルケアは爪だけだと思われることもありますが、爪周りだけではなくお手元のお手入れもしていきます。潤いのある明るい手肌になると塗ったマニキュアも映えます。また手の老廃物や古い角質を取ることでその後に塗るクリームなどの効果を 100% 引き出すことができます。ゴワゴワがなくなって浮き卵みたいにつるっと、またくすみが取れてワントーン明るい肌になりました。クリームをつけてハンドマッサージをします。美しい手をキープするためには潤いを与えることが重要です。手は意外と凝っています。ハンドマッサージをすることで血液やリンパの流れを促進して新陳代謝を促し、またリラックスしていただく効果もあります。ではこの後マニキュアを塗っていきます。マニキュアを塗る前にマニキュアを長持ちさせるためしっかり爪表面の油分を除去しておきます。ベースコートを塗ります。ベースコートは爪表面をつるっと整えて、その後に塗るマニキュアの定着を良くしてくれます。またカラーの色素沈着を防いでくれます。カラーを2度塗りします。白色のラメでグラデーションをしました。ヌードカラーのベースにこちらの白のラメのグラデーションはよく出る定番の色です。ナチュラルに仕上がるのでオフィスネイルやウェディングネイルなど季節を問わず人気です。
先端のグラデーションもベースカラーと同様に2度塗りしていきます。最後にトップコートを塗ります。トップコートは仕上げにツヤを出すため、またマニキュアカラーを剥げにくくしてくれます。ネイルサロンでマニキュアを塗った日からご自宅でも3日おきくらいの頻度でトップコートを塗り重ねるとマニキュアが長持ちします。マニキュアを長持ちさせることで除光液を使う頻度を減らすことができるので、そのため爪の乾燥防止にもつながります。では最後に爪周りにオイルを塗布して終了です。先ほど甘皮のお手入れをしたので、オイルの浸透がとても良くなっている状態です。また普段からオイルを塗って保湿していると健康的な爪に育っていくので、普段から塗るように心がけてください。スパマニキュアのお手入れが終わり、マニキュアが完成しました。お疲れ様でした。